あ、市長よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。それではまずあの発表項目に先立ちまして、一言市民の皆様にお詫びを申し上げたいというふうに思います。11月の7日札幌市の元職員がいわゆる官製談合防止法に違反をした疑いで逮捕されました。市民の皆様からの信頼を大きく損ね、多大なるご迷惑をおかけしたことにつきまして心より深くお詫びを申し上げます。事件につきましては現在捜査中でありまして、今後詳細が明らかになり次第厳格に対応してまいりますとともに、二度とこのようなことが起こらないよう徹底した原因究明、綱紀粛正、再発防止の取り組みを進め、信頼回復に努めてまいりたいと考えております。次に、私有施設においてアスベストを含む煙突断熱材が剥落をしていた件の今後の対応についてお知らせをさせていただきます。現在私有施設につきまして暖房が使用できないなど市民の皆様にご迷惑をおかけしているところでございます。まずは市民の皆様が利用する施設を優先することといたしまして、順次改修に向けて作業を進めているところでございます。特に簡易給食が続いております小中学校10校につきましては、多くの児童生徒保護者の皆様にご心配ご迷惑をおかけをしております。15日までにこのうち3校で給食を何らかの形で再開をいたしますが、残り7校につきましても可能な限り早期に再開をし、順次お知らせをしてまいりたいと考えております。また学校の煙突自体につきましては、3学期の開始までに剥落が発見されたすべての学校の改修を終える予定であります。今後は私有施設のすべてを対象とする煙突点検のマニュアルを整備するとともに、再発防止を図りながら引き続き全施設の復旧に向けて取り組んでまいりたいと考えております。それでは3点ほど今日の発表項目に触れさせていただきます。1点目は第15回のミュンヘンクリスマス市 in 札幌の開催についてであります。今月25日から大通公園2丁目で第15回ミュンヘンクリスマス市 in 札幌開催をいたしますのでお知らせをいたします。ミュンヘンクリスマス市はドイツミュンヘン市との姉妹都市提携30周年を記念をして2002年に初めて開催をし、今年で15回目となります。昨年は過去最大の最多の138万1000人の方々にご来場いただいて、ホワイトイルミネーションと並ぶ札幌の冬の風物詩として定着をしたと感じているところであります。会場であります大通公園2丁目には本場ドイツのクリスマス用品店ケーテ・ウォルフォルトが実に6年ぶりに出店をするなど、過去最多の38店舗が国内から出店をいたします。クリスマスツリーの飾り物などの雑貨や国際色豊かな食べ物、定番のグリューワイン、ホットワインでありますけれども、こういったもので異国情緒あふれる空間をお楽しみいただきたいと考えております。また今年は、大人の来場者向けの企画として店舗ごとに異なるグリューワインの味をお楽しみいただけるほか、グリューワインラリーを初めて開催をいたします。その他に来場者の方によるイルミネーション点灯式、あるいは子どもさん向けのドイツの絵本読み聞かせなど、全部で116回のイベントを行ってまいります。さらに地下歩行空間で今回初めて開催される皆さんに壁面に飾り付けをしていただく企画でありますとか、大通り周辺の商業施設を巡るラリーイベントなど、企業や団体、施設と連携をし、会場の外ということにもイベントのにぎわいを広げる取り組みを進めてまいりたいと思っております。多くの方にご来場いただきたいと考えておりますので、報道機関の皆様に周知方よろしくお願い申し上げます。
2点目、先日、丸山動物園のレッサーパンダの赤ちゃんの命名式についてであります。先日名前の投票についてお知らせをいたしました。レッサーパンダの赤ちゃんの命名式を11月の12日丸山動物園で開催することといたしました。投票は10月の14日から31日までの間に動物園内で行いまして、2596票もの投票をいただきました。投票していただいた皆さんに厚くお礼を申し上げたいと思います。最多のそのうち、一番多かった732票を得た名前について、この命名式の場で発表させていただきたいというふうに思います。お楽しみをいただきたいと思いますので、もうしばらくお待ちをいただきたいと思います。レッサーパンダの赤ちゃんは順調に育っておりまして、大きさは現在約75センチ 2.8 キロということになっております。自由に木を上り下りする姿をご覧をいただけるわけであります。現在は観覧制限なく公開をしておりますので、ぜひ愛らしい赤ちゃんに会いに動物園に足を運んでいただければというふうに思います。また命名式の終了後には赤ちゃんの誕生をお祝いして、健やかに育ってほしいという思いを込めまして、センチュリーロイヤルホテル様のご協力をいただいた誕生記念クッキーを園内のセブンイレブンにおきまして販売をいたします。赤ちゃんの顔と尻尾の縞模様をデザインした2枚組であります。大変可愛らしいクッキーとなっておりますので、こちらの方もお楽しみいただければというふうに思います。その他、命名式当日の午後1時からは、園内の西門レストハウスにおきまして、現在 J2 のサッカー J2 の優勝争いをしておりますコンサドーレ、北海道コンサドーレ札幌のジェフユナイテッド千葉戦のパブリックビューイングを行います。可愛い動物たちを見た後はぜひコンサドーレ優勝の後押しをしていただければというふうに思っております。多くの皆様にご覧いただけるよう報道機関の皆様に重ねて周知方をお願い申し上げます。3点目の話題であります。2017冬季アジア札幌大会のチケットの一般販売についてでございます。すでにご案内の通り、来週月曜日の14日から2017冬季アジア札幌大会の開閉会式を含む全有料競技のチケットの販売を開始をいたします。開会式は2月の19日となりますが、その前日の18日からアイスホッケーとカーリングの予選が始まり、アスリートたちの熱い戦いが繰り広げられることになっております。大会まで明日でちょうど100日前を迎えることになります。今週末の12日と13日には月山体育館や道銀カーリングスタジアム地下歩行空間の北三条広場で100日前記念イベントを行う予定であります。そのうちウィンタースポーツの体験教室には150人ほどの定員に対しまして、合計で800人を超えるご応募をいただきました。ウィンタースポーツへの関心の高さを改めて感じたところでございます。地下歩行空間で行うイベントにつきましても多くの方にお越しをいただいて、一緒に大会の機運を盛り上げていきたいと考えているところであります。冬季アジア札幌大会、最終のエントリー数確定をして、もうしばらく確定まで時間かかりますが、現在2000人以上の選手役員の参加が見込まれておりまして、1972年の札幌冬季オリンピックの選手役員数を超える規模で開催をする予定であります。ぜひ多くの方に本大会の各会場にお越しいただけるよう、引き続き報道機関の皆様にもご協力のほどよろしくお願い申し上げたいと思います。で、私からは以上であります。